番組では重い障害がある一関市の女性三浦凛さんの歩みを継続取材しています。今日特集するのはその凛さんの双子の妹ルンさんです。現在大学でリハビリテーションについて学ぶルンさんの心にはいつも凛さんの存在がありました。青森県弘前市、弘前大学で保健について学んでいる三浦ルンさん21歳。他のランナーと一緒にいようとした。親元を離れて暮らし早3年になります。いやもう寂しいとかはなくて、いかに自分の生活を充実させるかとか考えながら楽しくやってます。ルンさんは一関で双子の姉リンさんと共に育ちました。ケーキ飛ばさないでね。あーやったー、おめでとう。あ、そうなの、キラキラ外見んの。そうみたい。リンさんは難治性転換ウエスト症候群という難病で、歩いたり話をしたりすることはできません。幼い頃ルンさんは母カオルさんにこんな質問をしました。周りの人はどうしてリンちゃんをジロジロ見るの。母カオルさんは言いました。それはね、リンちゃんが可愛いから。いつでも可愛い。なんかリンちゃん写真より本物の方が可愛いから。あ、特別な兄弟とか特別な家族とかいうわけでもなくて、普通にいなきゃいけない存在ですね。リンさんの存在はルンさんの生き方に影響を与えていました。いやギャオ。将来は理学療法士になりたいと思ってます。リンちゃんのリハビリをちっちゃい時から見てきてて、だんだん体を動かせるようになっていくのとかをサポートしてあげるってお仕事がなんか素敵だなって思って。高校卒業後ルンさんは大学へ進学。一昨年大学2年生となったルンさんは実習のため仙台市を訪れていました。この日指導に当たったのは凛さんの主治医だった田中総一郎さん。今日はルンちゃんよろしく。仙台で診療所の所長をしています。こんにちは。どうも。この日訪れたのは高橋桃子さんのお宅。桃子さんはレッド症候群という難病です。かわいい桃ちゃん。これタコさんウインナーがおりました。桃子さんに必要な体のケアなどを学びました。あとはこの肩こり筋 ね、 ここの筋肉ね、どうしてもここがこうくっついてしまうよ、こんな感じでね。この肩骨を触ってみて、こんな感じで肩甲骨を入れたら。失礼します。すんまへんな。もうちょっと小手みたいですね。あ、本当だ。うんうん。で、この時にこう肩甲骨動かせるようにしたいなって。髪染めてる。髪染めてる。染めてる。うん、私も白髪染めてる。なんで先生対抗してくるの。対抗してこないでって。ルンさん現場で気づいたことがあります。病院だったらそんなに笑いが起こらないですけど、なんか在宅になると一気にリラックスできるっていうか、リラックスできる空間での治療とかリハになるので、そこも結構効果的なものになるんじゃないかっていうのを知ることができました。診療の合間、たくさんの笑いであふれた現場。ルンさんは自然とその場に溶け込みました。すっとこう、なんでしょう、こう気持ちを寄せられるっていうのは、彼女のもともと持ってる素質なのかなっていうのはすごく思うんですね。もう若い子は頑張ってって思う。
年の近い子がこう一緒に関われるっていう機会ってやっぱりね、大人になればなるほどないので、そこはもう頑張って。ありがとうございます、ね、この日はルンさんにとって大切な一日になりました。どうもって、どうもってしたの、うん、ルンさんが目標に向かって学びを進めている中、双子の姉リンさんは目をパソコンのマウスのように使う視線入力で日々アートの制作に取り組んでいます。家族が自作したこのバッジもリンさんのデザインです。弘前で学ぶルンさんのバッグにもリンさんからのプレゼントが。なかなか会えないけど、まあ、頑張ってるのはなんとなく家族ラインとかで伝わるので、私も頑張んなきゃなって思います。まあ、ゆくゆくは地元に帰ったりとかして活躍できるように学びたいなと思ってます。春には大学4年生になるルンさん、いつもリンさんを思いながら一歩一歩未来への歩みを進めています。